吉高由里子、光くんへ、視聴率一桁目前も崩れない支部とさつなぎ会も楽しめる物語変化の匠さが生んだ固定ファン。吉高由里子、35、主演の NHK 大河ドラマ、光くんへ、の第26回、池にへの姫が6月30日に放送される。23日放送の第25回、決意は、 総の石志、宗明を演じて話題となった松下光平、37の出演が終わり、平均世帯視聴率が10.1%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、と急落したが、ファンからの賞賛の声は変わらず多い。真広、吉高は、周明が自分に近づいたのは、総と日本の交易のため道長、江本タスク37に文を書かせるためだったと知り、 キスミスイで二人の恋模様は終了。ノリ佐々木倉之助56の求婚を受けることを決意し、父ピージ、岸谷五郎59の勧めで都に戻って身の振り方を考えることに。越前編が終わり、いわゆるつなぎの会だった。そんな第25回は、道長は、鴨川の堤防修繕の許可を一条天皇、塩野明久、 二十九から栄養する。しかし、一条天皇は貞子、高畑光三十二の元に入り浸っているため、会うことさえもできないまま、大雨で鴨川の堤防が大きく崩れてしまう。これを機に道長は爺を伝えるが、一条天皇はそれを受理しなかった。そんなある日、道長の元を則り高が訪ね、真広と結婚することを報告する。道長は、 それは何よりと、と応じたが、驚きは隠せなかった。後日、真広のもとに道長から婚礼祝いが届けられる。その中に祝いの文が入っていたが、真広は道長の字でないことに気づく。この夜、真広はた高を迎え、抱き寄せられると、その身を委ね、という展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、 今回は佐々木倉之介劇場でしたね。道長にわざわざ真宙との結婚を報告しに行く人の悪さ。いつからのりたかおじさんは二人のこと知ってたのか、真宙とのりたかの結婚報告を聞く道長。髪を握りしめる手と一瞬の表情が彼の動揺を伝えているなど、乗かと対峙したの道長の反応が話題になっていた。道長の一条天皇をめぐる新郎や、 マヒロの結婚による動揺が描かれたが、それ以外は貴族たちの権力争いなどで、歴史的な大きい事件もなく、緩めな展開となった今回。視聴率は1桁目前だが、このまま数字を落とすのだろうか。従来の大河のように、合戦など、山場をどんどん作るのと違い、優雅というか緩めな進行が特徴の本作。ただ、緩いとは言っても、 ちゃんと登場人物の心情や立場の変化を細かく描いていて、はると離れられない面白さがあります。ファンにとって、そこが魅力になっているので、これ以上、視聴率が落ちることはないでしょう。今回で言えば、若き切れ者だった道長が、中間管理職の辛さを滲ませたり、貞子を愛惜しむあまりの一条天皇の堕落ぶり、左遷戦から戻った龍華、龍星陵、 三十一の台頭などが、ちゃんと解像度高く描かれていた。事件はなくとも十分にドラマチックで、このクオリティを維持していれば、大崩れは想像しないはずです。ドラマライター、山川。次回は、真広にとって大きな転換点となる、道長の娘、秋子、三上愛23の受代や、真広と道長の偶然の再会など、ファンには見逃せない展開が見られそうだ。 源氏物語にちなんだエピソードも随所に織り込まれ、静かながらも良作と言える、光くんへの今後に注目したい。撮影で忙しくても、友との息抜きでリフレッシュ。